できちゃう。何食べるの？わしら食べんの？これ1個じゃ腹減るんじゃないの？ 2個ぐらい吸えてもいいんじゃない？
生きてる。
べる。新聞を切る第2回目をお送りいたします。前回はマスメディアですね、自分たちの情勢分析では自民党が結構負けそうと思いつつも、どうやって自民党を勝たせないようにするかということで、いろいろ不足なですね、記事の調査をやっているということについて、話いたしましたが、今回のですね、私の強みは若さと性別だけ、全国最年少25歳女性候補が悩んだという、記事になっています。これはですね、25歳の女性で立憲民主党から出馬をした今井瑠璃候補を取り上げた、そういう記事なんですが、実はこの女性候補を取り上げる特集をですね、朝日新聞は全7回を予定して、ずっとこう追っかけるということをやっていたりするわけですね。朝日新聞は不変不当というのをですね、身にしていたような気がするんですけれども、こういう形で特定候補をおひいきするような形で取り上げるというのはどうなのかなというふうに思いますが、皆さんはどのように思われるでしょうか。それはともかくとして、この記事の中というのを読んでいくとですね、いかにもリベラルな甘い考え方というのが凝縮されていて、まあ、そういう点でなかなか面白い記事になっているのではないかというふうに個人的には思っています。この記事の中ではですね、この25歳女性ということがかなり好材料となって、マスコミの取材なんかもいっぱい受けられているということも、まあ、正直に書いてあったりはします。ですが、この今井候補からすると、自分が若い女性であるということで扱われていることに対して不満を述べているわけなんですね。私、男性でも出馬したんだけど、みたいなことがですね、心の声として取り上げられてたり、するわけなんです。そしてこのちょっと甘えた今井候補に対して、非常に好意的な姿勢を受けて、記事として取り上げているのが朝日新聞だという。この記事のおかしさというのはもう皆さんよくお分かりになると思うんですが、25歳女性というそこのところが特徴として、他の候補では全然相手にされないような形で持ち上げられているのに、自分はそういう形でしか見られていない。
効果って私の年齢とか私が女性であるとかそういうことばっかり、マントじゃないけど細いのが入ってる、そういう感じのことを言っていたりする、マントではないけど、マントだって当たり前なんですが、一番目はね、今回の選挙立候補しているとしましょう。57歳の男性が立候補しました。マントじゃないって言ったら、もともとリアルになってるんですよね。で、そこで取り上げられないだけじゃなく、私のじゃあ情熱とか、ね、政治に対する思いをそれとは別に取り上げてくれるかと言ったら、それも当然取り上げてくれないんですよね。そういう条件の中で皆さん争っている中で、彼女はそこにちゃんとクローズアップされて朝日新聞で連載をされるぐらいに大きな扱いをされているにもかかわらず、そのことが不満なわけです。ただここには少し面白いことが隠されているとも言えると思います。というのは、リベラル派はもっと女性が議員として増えるべきだ、今の形では男性中心でダメなんだみたいな感じのことを言っているわけですけれども、この今井候補の主張を取り上げるとすれば、男も女も関係ない、年齢も関係ない、実力がある人が選ばれるべきだということになるはずで、それが正しい形での選挙の在り方ではないですかってことになるんじゃないかなと思ったりするわけなんですね。で、この記事の面白いところというのは、日頃朝日新聞は女性の社会進出はもっと進むべきだ、日本は遅れている、そんな感じのことをどんどん主張しながら、この今井候補のような声を取り上げることで、自らの主張と全く逆のことを主張しているような、まあ、そういうことを大きく取り上げざるを得なくなったというところに、実に社の一貫性がないことをですね、示しているということになるのではないでしょうか。そしておそらく朝日新聞はその矛盾に気づいている。次に、紹介したいのはですね、まあ、新聞社というよりも、まあ、新聞社に情報を提供する通信社の方に焦点を当てて、見てみたいかなというふうに思っています、日本には大きな通信社として時事通信社と共同通信社という2つの会社がありますが、まあ、ここが記事を配信しているのを主に地方紙ですけど、そのままいただいてきてですね、あたかも自分たちの記事であんたのようにして新聞構成をして世の中に出していく、そんな感じで、作られていたりするので、この通信社の記事というのもバカにならない影響力というものを考えなければいけないわけです。時事通信が、一つ面白いことを言ってくれました。それは自分たちの開票予測でいけば、今回は絶対に自民党が大幅に減るということを頭の中に置いた上で、開票状況が進む前にあらかじめもう記事を用意していて、それをですね、もうさっさと出してしまったんだけれども、開票状況がどんどん進むにつれて、あれ自分たちの出した記事だとまずいぞということでですね、少しずつその記事が変遷してきているということがバレてるんですよということを取り上げたいと思います。こちらに表示されるツイッターの画像をですね、ご覧いただきたいんですが、ここにはですね、顔を変える戦略不発、自民一強に終止符という記事が紹介されていますが、これは皆さんが最終的に確認している選挙結果からすれば、かなり違和感のある見出しではないかなと思うわけです。自民が負けたというより、立憲共産が負けたというふうに考えた方が正しい
トーンダウンしていっているわけですね。そして現在確認できる時事通信の記事でいくと、顔を変える戦略不発と書いてあったところがすっかり消えて、自民一強に疑問符という見出しだけの記事に差し替えられています。まあ、このように見出しも変えて、おそらく内容も少しは変更したんだろうと思うんですが、記事の本文の中には時事通信としてやはりこうであってほしいということが色濃く残っていたりするんですね。その具体例のところを一つだけ読み上げます。次期首相選びの総裁選は国民の関心を集め、自民党が新たな顔に選んだのは国民の意識に近いとされる党員票でトップの河野太郎氏ではなく、多数派工作で国会議員の支持を固めた岸田氏。勝利の原動力となったのは安倍元首相や麻生太郎副総裁ら第二次安倍政権で中枢を占めた面々だ。党首が変わることが決まるや、党内の衆院選への危機意識は薄れ、組織を末端で支える党員の多数意思より国会議員の論理を優先した。こうした光景を見て民党は変わらないと感じた有権者が多かっただろう。さて、党員にやたら着目した上で河野太郎氏が選ばれなかったことというのを国民の意識から乖離しているみたいな扱い方で言っていますが、これってどうなんですかね。岸田内閣の下で選挙を戦って自民党は単独でも安定多数を確保し、公明党との連立で盤石な体制を築いたという事実から見ても、この記事は国民の意識から大幅に乖離してるんじゃないですかというふうに言わざるを得ません。さて、今回取り上げた内容から2つ私たちが学べることがあります。1つは、自分たちが推したい主張をわーっとやる中で、実は全然そういう本来の主張とは矛盾するような内容が出てきても、なんとそのことに気がつかないという愚かさを持っているという点。そしてもう一つは、客観的な事実とかということから記事を作るのではなく、自分たちの願望から記事を作っているに過ぎないという点です。これから皆さんが新聞記事を読むときには、この2点について楽しみながらぜひ新聞を読んでいただきたいと思います。本日もありがとうございました。ここにしかない新たな発見がある。サイエンス、テクノロジー、エンジン、現代の戦略、オリジナルコンテンツもご用意しています。ここにしかない。
岸田内閣がですね、発足したらどうやってできたかというのは絶対覚えておく必要がありますけれども、これはですね、衆院選の直前に自民党の総裁選が行われて、で自民党の総裁選で勝った人がそのまま総理大臣になって、で次の総選挙にですね、別に解散することもないんですよ。で解散総選挙というかですね、こうもうギリギリのところになって、こう出てくるということで、まあ、これ本当にね、珍しいタイミングだったんですね。普通ですね、例えば菅総理が総理大臣になった時はですね、何で今解散するんだって言われなくちゃいけないわけです。もし解散、総選挙するとしたら。でもですね、岸田さんの場合はもう任期がもう満了ですから、これ解散しなくちゃいけない。誰も国会でもっと審議しろとかいうまでもなくですね、解散する。まあ、ある意味ではね、ラッキーなんですね。なんでかって言ったら、この衆議院総合といいますかですね、あの支持率っていうのは最初は高くてるということですから、まあ、これは時間が経って、例えば岸田さんもですね、半年ぐらい経ってたら、また支持率どうなってるか分からないわけですね。で、その段階で選挙できたかっていうのは、そういう極めて特殊な状態での選挙だった。で、そこで自民党が絶対安定多数を確保する。一方、野党共闘で臨んだ立憲民主党は惨敗に終わった。この結果から、有権者が政治に付託されたメッセージをどう見るか、憲法が蹂躙された戦前の歴史で昭和史に詳しい宇佐川誠司さんに選挙の意味を聞いた。野党共闘で戦った立憲民主党が惨敗に終わったんだから、まあ普通に考えてみたらですね、この野党共闘ってどうだったんだろうって考えるのが普通の分析じゃないかなというふうに思うんですけれども、またちょっと違うんですよ、この方はね。今回の選挙結果は何を意味すると考えてますか、これはインタビューだ。で、それに対して3つ分析してますね。3つだから3つ3回1つはですね、国民は何にも合わせて現状維持を望んだ。コロナ後を見据えて何を最初に変えなければならないかといった差し止まったことがない中で、とにもかくにも現状の安定を求める。現状維持を望んだ国民が、現状維持、現状維持を望んだですね。で、2つ目は日本維新の会、公明党、国民民主党といっていったですね、自民党に考え方や政策などで近接した政党が伸びたということです。近接したことで言えるのかどうか分かりませんけれども、逆に距離感のある立憲民主党や共産党が減らした。相対的に保守勢力の追認という枠内になり、護憲戦後体制の崩壊あるいは空洞化という結果になった。戦後体制などが検証されず、戦後が死んでいくのかという思いを強く持ちます。自民党とかですね、日本維新の会とか公明党、国民民主が勝つとですね、護憲戦後体制の崩壊だということなんですね。で、戦後が死んでいく、護憲体制の終焉ですね。現状維持がある、この国をどこに持っていくのか全く不明で、先行きに恐ろしささえ感じます。冷静に考えてみましょう。なんか驚きしいこと言ってるんだけど、どうするんですか。なんでこんな驚きしいこと言ってるかというと、立憲と共産が負けたってことだけなんですよ。要するに立憲と共産が勝ってればですね、全く違ったこと言うわけです。希望に満ち溢れたら素晴らしい選挙だったというわけでしょ。あれは私はね、ちょっとなんかおかしいんじゃないかとしか思えないですね。で、さらにですね、この2つ目は維新の躍進で改憲容認勢力が3分の2を超えました。で、戦後の衆やつ、戦後は死んでいくか、そういう意味では結果を踏まえることです。今の憲法は非軍事的憲法で、総体憲という歴史と対になっています。日本やドイツは国連憲章の中で連合国に対する敵国に比べており、条文とりわけ9条に手を超えることをどう受け止められるか、狭い視野だけでは語れません。よくわからないですけどね、憲法9条について。
強い懸念とか表明する国があるんですが、それはそれをですね、中国とかですね、韓国、あるいは北朝鮮という国々で、他はですね、アメリカだとか、オーストラリアだとか、イギリスだとかといった国々はですね、中国に対峙しなくちゃいけないというふうに考えたときは、憲法9条改正に、これ賛成するんじゃないのというふうに思われる。つまり、憲法9条というものが、足かせとして、アメリカを押し付けた憲法ですよね。アメリカを押し付けた憲法なんだけど、これは本当にこれがですね、一方縛りついているというふうに見えているのは、おそらくですね、アメリカとかの分析だろうと。でそれなのに、9条を加える、まあ、脅かしているわけですよ。一方、国内で、このように、維新が勝った、自民が勝った、国民民主が勝った、公明が勝った、なんか言ってるけど、それはだから憲法改正でやるって言ってるけど、国際社会がやらないよと、こういうこと言ってる。こういうことをですね、もし何か言ったらですね、アメリカ頼みのなんとかやめろとかですね、なんかいう批判をよくする人たちもいるんですが、今度はですね、今度は国際社会が許さない。で、こういうことをね、聞いてみたいのは、オッタクをしてる国際社会って何なんですか、具体的にはどこなんですか。例えばね、よく分かりやすいのはですね、国際社会とかアジアとかいったときに、よくよく聞いてるとね、それは中国と韓国の問題に過ぎないということが多いですね。むしろですね、韓国はこの場合入ってきますけど、中国とはですね、今ね、日本にとってですね、日本だけじゃない、アジアにとってですね、脅威なわけです。軍事的に、この力をですね、台頭させて、しかもですね、ただね、軍事力が強化されてるというなら、私もですね、それをね、極めて侵略主義的な形で表すということで、南シナ海ですね、あるいはですね、台湾がですね、これもうグループで、ね、侵攻する可能性があるんですね、嘘吹いてみたりですね、まあ、相当恐ろしい状況で、その中で日本がですね、今までの通り、憲法9条守っている日本は平和なんだよと、ああ、9条、いうような状況というのは、もうもはやですね、許されないと、まあ、そういう認識があるんだ。だからこそですね、まあ、こういう言葉で言えば戦後が死んでいくということなのかもしれないけれども、いや、日本が死んでいくということを我々は防ぎたいわけです。戦後が死んでいくということですね。で、護憲体制って言ってるけれども、我々はですね、何も憲法を全て復興せるという主張してるわけではないですね。で、憲法を改正しようという、憲法改正というのは、これはね、憲法の枠内でやってるわけです。だからもうこれはね、護憲という言葉は言ってますけど、護憲対改憲と言ってるけれども、改憲のことですね、私は憲法を守ってるわけですからね。だからそのところはなんか、非常におかしなことがあるんですね。で、結局ね、ここのね、現れてくるのはどうかって言ったらですね、こういうことになるんですね。で、インタビューは言うと、安倍政権は安全保障関連法で集団的自衛権を事実上解禁し、菅政権は日本学術会議の会員の任命を拒否しました。また両政権とも野党の国会で解体要求を無視し続け、憲法にのっとらない政治を続けました。ちょっと待ってくれと、憲法にのっとらない政治ってこれ、やっぱりこういう言ってる場合は私は良くないと思うんですね。例えば私民主党政権も批判しました。鳩山内閣も批判した。菅内閣も批判しましたよ。だけどですね、過激な言葉でね、批判するわけじゃないんですね。ここがおかしいっていうのはいいんだけど、憲法違反だとか、こういうことを軽々しく使わないでいただきたいというふうに思います。でそうするとですね、細田さんはですね、それが典型的な行政の独裁の表れです。独裁だと言い始めるわけですよね。で、さらにですね、でここからね、この人を見てね、朝日新聞とか毎日新聞とかに、よくね、ご登場される理由というのはすごい簡単なことで、自分たちが今批判してやろうと思っている安倍政権とか菅政権というのを、ね、何度批判するときにですね、必ず戦前にくっつけてね、批判するわけですよ。戦前こんな事件がありました、戦前こんな事件がありました。でもね、歴史を学ぶっていうのは非常に大事なことなんです。これ、大野さんにね、まず、大野さんだけじゃなくて、歴史学者の人は、僕も結構なんか多いと思うし、歴史学者はうまくね、感じるんじゃないんですけど、歴史学っていうのは、歴史学で大変
の事実を解禁したこと、菅政権が日本学術会議の会員の任命を拒否したということがですね、軍人が作戦や兵器や作戦のことを分かっても政治や行政の声がありましたね、とんでもないことが続きました。関係ないだろ、安倍さんの皆さんも軍人じゃないぞと。ちょっと待って、ちょっと待って、プレイバック、プレイバックという感じですよね。今の言葉はプレイバック、プレイバック、バカにしないでよ、本当に思いますけど、だっておかしいじゃないですか。軍人がね、行政独裁をしたということと、ね、いきなり批判して、で次はこう続くんですよ。はい、中野聖吾っていうね、衆院議員、これ早稲田の先輩ですけど、これ戦時最小論っていうのを書いたんですね。で、この時の、東条英機のことを批判したんです。東条英機っていうのはですね、まあ、東京裁判における態度は立派だったんですけど、東条英機っていうのは個人的にはですね、非常にね、強硫な人なんです。度量の小さな人で、自分に対する批判とか徹底的に許さないっていう人でね、まあ、自分のことを悪く言うですね、人たちをこれ戦争の時に最前線に送るとか、まあ、そういうこともやったと言って批判されてますね。だからまあそういう強硫な人だったんだけど、その強硫な東条英機がですね、中野聖剛がですね、東条英機の批判を書いたということでですね、憲兵に圧力をかけてですね、中野聖剛を自殺に追い込む、まあ、こういうことがあった。憲法で認められた権力が自分にあると東条が考えていたんです。この、ね、東条英機の事例と安倍政権とか菅政権の事例、何か似てますか？いや、似てないでしょ。だから似てないもの似てるっていうふうに言われたら困るんですよ。例えば安倍政権というのは一人は同じだと、なんかいう批判をする人たちもいましたけど、どこが似てるのか全く分かんない。強制収容所とか作り始めたんですかね、安倍政権って。で、なんかいきなり出て、なんか悪口言ったと思ったら、これ、なんか、捕まってですね、強制収容所にぶち込まれると、こういうことがあったから似てると言ってる。でもね、国会の前でね、大騒ぎしてね、安倍政権に批判したら、テレビをつければ安倍政権の悪口を言ってると、っていうような状況がなかったんですね。むしろね、国民からそれ聞いてるわけですよ。なんでそこまで悪く言うの？そう、おかしいじゃないか。国会の意見もいっぱいあるんですよ。だからこそね、こういう人たちは、なんか、極端事例を持ってきて、今をですね、極端な方向に印象付けるんです。印象操作にしか見えないんです。歴史を使った印象操作をしているというふうにしか見えないんですね。つまり、あいつの人からがあったら、もううるさいよ、本当に、その声。その前にですね、そもそも、もう爆発しちゃう。手つり、手つりだけ言ってるけど、じゃあ、立憲民主党とね、共産党は一緒になって、その手つりがあるね。どうしたいの？だからうるさいから避けてほしいって言って。ヤス君の独壇場じゃん、リビューが。独壇場じゃなくて、飯ぐらい我慢してるんだから、飯ぐらい食わしてよ、ちゃんと。いや、食べればいいじゃん。なんで音すごい大きくないといけない？見ながら食べてんだって。聞こえるでしょ、もうちょっと下げて。共産党は慎重すればね、現状は変わる。ただね、変わるっていうのは良くと悪いこともある、悪いこと悪いこともあるんですよ。で、4国民が今回遠慮以上ずっと遠慮して私がここにいなきゃいけないわけじゃん。それの我慢の限界が来てるの分かって。要するに、共産党と一緒になった立憲民主党が何しでかすか分からない。つまり、摂理はありますよ、集団的自衛権は違憲であるというふうに言って、今までにできた平和安全法制の中におけるですね、集団的自衛権の部分を全てこうやめてしまう。国際社会からどう見られますかということなんですね。でつまり中国と対峙していくというふうに言っている中においてですよ、対峙していくって何もこっちが敵対的な行動を取ろうとするわけじゃない。相手が横暴なことをやるのを防ごうとするだけですよ。その防ごうとすることについてですね、日本は一抜けたということをやろうとしたときにですね、いい加減にしろと、アメリカ、オーストラリア、イギリス、いろんな国がですね、ちょっとふざけるなというふうになる。この批判は全然下げてくれてないじゃん。なぜそんな批判を受けなくちゃいけない。そしてまず第一にですね、それらの国々より日本の方が危機にあるんですね。日本がね、一抜けするのはそんなあるのか。全然下げてくれてないでしょ。いうか、恐ろしい。共産党恐ろしい。立憲共産は、いつまでそうすればいいの？いつまでってどういうこと？いつまで私も我慢すればいいの？いや、いつまでそうすればいいの？私が出てくまででしょ。だからいつ出るの？だから11時半前ぐらい。半？ 11 時って言ったでしょ？ 11 時過ぎって言ったでしょ？うん。え、でじゃあ早めに出ればいいってこと？で、11時半に出るのっていうこと？11時半に出るの？そのぐらいに出る。
11時半に出るんやな。11時25分とかそんぐらいに出る。もう早く出てけって言いたいのは分かってるよ。すごい言ってる。だから2人でいるんだったらフェアに使いたいって言ってんの。いつも音がこっち聞こえなくてそっちの音しか聞こえないで見て我慢してるんだから毎日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 。こっちだってそうだって。こっちの音全然聞こえないでしょ。こっちの音も上がったらこっちだって聞こえなくなるから上げるって。じゃあもうボリューム測ってみてもいいよ。それだけの話。そっちの方がかなり大きいの。かなり大きいのにこっちはコソコソとちっちゃい音で見てる。いや大きくないよ。全然大きくないよ。大きいよ。ここ普通じゃん。こっちにいてもそっちの音の方が大きいんだから。はっきり言って。あものすごくちっちゃくしたら聞こえないんだって。収音できないんだって。聞こえるよ。音がでかいって何度も聞かれたじゃん。いやそれもっとでかかったもん。前はもっとでかかったもん。だから我慢してあげてんでしょ、ある程度は。でも聞こえるぐらいだから下げたんだって。聞こえるぐらいに下げて。しかも何時間も何時間もやるか。私何時間も何時間も我慢してなきゃいけない。何時間もやってないでしょ。やってる。夜はやってない。特に 2,3 時間やってる。見始めてまだ3時間しか経って30分しか経ってないじゃん。今日が今30分だけど、昨日だって2時間も3時間もやってたじゃん。12時過ぎても2時間ぐらいだよ、大体。やってるの。1時間ぐらいにして我慢できるのは。いや2時間は譲れないよ。飯食ってんの時に。ボリュームはもうちょっと下げたって聞こえるでしょって言ってんの。じゃあヤス君のそのために。だから集音できないって。我慢しなきゃいけない。集音できないって。あ、分かった。それが第一大事なのね。私の生活はどうでもいいってことね。じゃあ優先順位が2人の生活よりも、あの動画を撮ることの方が一番大事ってこと。じゃあ飯食う時ぐらいやらしてよ。そんくらい2時間ぐらい。1時間ぐらいに収めて。24時間の中の2時間ぐらいやらしてくれって言ってる。3時間ぐらいやってる時もあるっていうの。2時間ぐらいやってる、やらしてくれって言ってるだけの話じゃん。1時間半にして。1日の中で24時間の中で。だって私だってここのリビング。それさえダメなの。だって他仕事行ってるでしょ。大事な 2,3 時間。だからそれ以外に2時間させてくれって言ってんだって。え、じゃあ私はのんびりできないってこと。はっきり言って。できるじゃん。どこでだってできるでしょ。ヤス君がそれ取ってる間ずっと我慢。どこでだってできる。そんなことは2時間ぐらいやらせてくれって言ってるだけの話。それだけ。その動画の配信終わったって。単純にそれだけ。単純にそれだけ。だから度が過ぎてるって。単純にそれだけ。度が過ぎてるの。2時間ぐらいやらせてくれって言ってるだけ。もっとやってるでしょ。やってない。動画止めてもパソコンいじりながら平均して2時間ぐらいやらせてくれって言ってるだけ。音を下げない時もあるでしょ。下げる時もあるけど。大体下げるよ。動画撮らなくても大体下げるよ。音を下げてってお願いしてること何度もあるよ、ね、大体下げてるよ。動画撮ってない時でも。動画撮ってない時でも言ってる時は言ってるよ、ね、だから大体下げてるって。じゃあ徹底して2時間ぐらいやらせてくれって言ってるだけの話。それだけ。だって夜過ごす時間ってさ、リビングで 3、4時間ぐらいしかないんだよ。そのうちのほとんど大きい音を取られたら。24時間の中で2時間ぐらいはやらせてくださいって言ってるだけの話。24時間この部屋にいるわけじゃないでしょって言ってんの。大事な夜とかの。だからこれからは分けるでしょ。分けられるでしょ。これからは分けないじゃん、今の設定じゃ。じゃあ分けていいの、リビング半分に。分ければいいの。分けていいの、じゃあ。広いリビングできないよ、そしたら。間仕切りすればいいじゃん。もう本当に問題だよ。毎日の積み重ねが、私は毎日ストレスなわけ。だからそれを分かってくれてんの。こっちだってストレスだって。だから下げろ下げろって言われるたびにストレスになるよ、すごく。その私だって言うのだってストレスだよ。逆だって逆。逆も真なり。逆じゃない。原因は安くない。俺はそう思ってる。原因じゃない。作ったのは安く。原因ではない、それは。原因だよ、なんで。原因ではない、それは。原因だよ、だってやってることが安くんじゃん。そこが原因ではない。原因です、そこが原因です。違う。そこが原因です。それが原因ではない。みんな嫌です、そんな大きい音で別のものをキン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 、ニュースをさ、もうキンキン張り下げるような声で言ってるような動画をずっと流されたら、
すごいストレスだよ。それ原因はそっちにあるでしょ。知らないよそれは。まずはそっちにあることをちゃんと自覚しないよ。迷惑かけてることを自覚しないよ。私だって注意なんかしたくないんだよ。ずっと我慢してでもやっぱりもう耐えられないから下げて下げてっていうのだって本当は嫌なんだよ。だから下げてんじゃん。自ら下げてくれることを私は望んでるけど、下げてんじゃん。言わないとヤス君の標準が大きいからどうしても合わないんだってば。もう下げてるですね、滝川事件とかですね、自由主義主張で滝川毎日抑えてるけど、たまには爆発しちゃうんだってから分かってくれてないから。こっちだってそうだよ、毎日毎日だから毎日毎日原因を作ってんのは安くだって言ってんの。こっちだってイライラするよ。だから配信やめてよ、毎日本当に毎日配信やめてよ。目標でやってんだから。だったらやめて。いや、やる。それが原因でしょ。やる。そもそも必ずやる。だからそれが優先順位になってるでしょ。必ずやる。意地張っちゃってバカみたい。何にも必ずやります。何にも意味ないの。自分のさ記録代しかなくてさ、私に迷惑かけてさ、何の意味があるの。私に迷惑をかけるって、私をイライラさせるっていうことだ。だから2時間ぐらいやらせてくれって言ってるだけの話だもん。だからお願いするんだったらちゃんと1日のうちに2時間ぐらいやらせてくれって言ってるだけの話。1日 3,4 時間ぐらいしかリビングで過ごさないの。そのほとんどをそれに使われたら私だってストレス溜まるでしょって言ってんの。4時間5時間やってんじゃん。全然リビングにいる時間のほとんどが動画撮影なの。だって日本学動画撮影じゃないよ。てか音が大きいの。動画撮影も嫌だけど音が大きいのが一番嫌なの。その次に動画撮影も嫌なの。だけどずっと我慢してあげてんの、ヤス君がやりたいんだから。だからそれは前提に分かってほしいの。それなのに私がわがまま言ってるみたいな言い方するのやめてほしいの。これを批判すべきだというふうに思いませんね。だから2時間ぐらいはやらせてくれって言ってるだけの話。だったら俺は静かにしてって言ってるの。だから下げてるじゃん。彼のやり方ってのは俺たちのやることに指っぽいのが入ってきたら許さんぞ。じゃあこれから下げるね。約束してくれ。約束してよ。取り組んだ方がいいと思いますよ。音がちっちゃい。下げるにしても限度があるから。限度があるから。こっちよりでかいの、明らかに。学問の自由を侵害しないと。だから学問するのはいいよ。明らかにでかいでしょ、今だって。今聞こえないでしょ。うるさいから。下げたら黙るから。下げたら黙るから。いいですよ。ただ、国民の税金を使う以上ですね。国民に対して、なんでこれが日本国に役立つのか、日本国民に役立つのか、教えてください。そっちの年も聞こえないんだってば、本当に。これも一理ある。例えば、文学とかですね、哲学とかは、直接国民に何か役立つかっていうのは、あまり役立たないだろうというふうに思います。そういう部分はある。だけどね、税金使うんだったら、国民の税金を使って、特にですよ、じゃあ、一律100万円あげましょうっていうのは、また別ですよ。学者出るから100万円ずつご研究使ってるのが分かるけど、なんでね、このね、人が3億円もらってね、こんな研究してるんだろう。それは国民に何か役に立ってんだろう。役に立った結果がね、前は人間じゃないとかね、騒いでることだとするんだろうね。これ、返せよ。何が学者がね、親父から虐げられてるわけが分からない。こんなね、もらっといて。こういう話って、国民も何とも言ってくるんですね。もっとね、話しちゃう。やっぱり、応じるようにした方がいいじゃない、アフターの部屋。先生だって、伸び伸びできる。なぜ憲法が踏みにじられるようになったのでしょうか。もうこの2人のインタビューで、なんかもうね、なんていうのかな、ありもしない、なんかね、こう、そこに今ね、こう迫りくる、なんか、同僚が今、もうここに迫りくるというような感じで、ああ、いや、来てます、来てます、来てますと言ってね、なんかこう、2人でなんか大騒ぎしてるね、なんか、ちょっとなんか、大丈夫かなとこういうような感じがするようなんです。でも、憲法を踏み入れたら、ここで出てくるんですよ。私は亡くなった2人のノンフィクション作家、半藤一利さん、立花隆君と大変親しくさせてもらっていました。主張の理由です。ちょっと待ってと思いますね。彼はやったらいいのに。
きないという主張をしてますよね。だけど100年続いたんじゃない、100年続いたら今日主張になる、それが無視なんですよ。だから言うことは無視そうなんですよ。本当に本当だって100年とか言ったことないんですよ。なんか100年続いたらあるんじゃないよって言って思い込みと偏見だけで突っ走ってるんですよ。で憲法100年続いたら本当にすごいと思うんですよ。憲法9条もこれをね、100年間ずっと変えながらだといつも守っちゃうよということを私は申し上げたい。集団的自衛権、たらひとつもですね、使っちゃいけないような、まあ、特殊な、世界の中でですね、極めて特殊な状況をね、続けてやろうと言うっていうのはおかしいです。で、しかしって思ってください。岸田首相は憲法に反する敵基地攻撃能力の保有について、あらゆる選択肢を検討すると否定せず、自民党の公約で軍事費の大幅増を多く掲げました。とんでもないことだと思います。とんでもないのはあなた、憲法100年間も続けようと言ってるあなたの主張の方がとんでもない。もう少し国際政治と言えばもうね、その100年前のね、歴史について語ることも結構ですよ。私は歴史を学ぶことを否定するつもりは全くないですよ。歴史を学ぶことは私も好きですから。だけど歴史だけ見て現状ぐらいってのはどうですかと思います。今国際政治って動いてるんですよ。中国がどんどん大きくなってるんですよ。北朝鮮のミサイルがどんどん進化してるんですよ。それをね、100年前の歴史を、ね、持ち出して、ほら日本危ない、ほら日本危ない。ここがね、彼らがね、口元に出てるんですよ。戦争は日本が始めなければ絶対に起こらない。これ考え方なんですよ。で、これはね、憲法の考え方と同じですよね。諸国民と交際、交際と市民信頼し、ね、要するに、日本から攻めてこない限りですね、相手が攻めてくることはないんだ。で、その発想が彼らの中にはですね、あの歴史の中にもそれを見た、日本はいつ悪いことした、日本はいつ悪いことしたんだ。で、アメリカだったら日本に対して善意があったでしょ。そういう常識的なことが見えた。つまり、極めて独善的です。なぜ独善的か。自分がやらなければ相手は必ずやらないという前提になって、相手だって主体的に動けるんです。中国だって北朝鮮だって主体的に動くんですよ。でその時日本は客体になるんです。日本が常に主体であるっていうようなね、考え方は日本版の主治思想です。主体思想だからそういうね、日本版の主治思想みたいなのは悪の悪い考え方を捨てた方がいいと思います、ね、歴史を見る時も同じ。歴史だって相手があってこっちがあること、こっちだけの位置でですね、動いてもないんです。でそれがね、メリットになるということなんですね。でまあ、憲法をですね、で野党の役割も大事ですね、こういうことになるんですけれども、最後ですね、どんなことか、野党はですね、あらまきのことです。国民が困っているなら困らないようにする政策はどうだと議論する。いくらばらまくというのは、政治ではなく、有権者を侮辱しているとしか思いません。一時の救いでなく、この国をどこに持ってくるかという不安に答えるのは政治の役割です。記事だなという気がします。で、こういうことを守るようになるんです。
Thank you.
人がたくさんあるんです、近くで。そこで自民党が取ってるんですよ。本来民主王国、民主王国の場合は民社党の鉄板の地盤のところが自民党にひっくり返ったんですよ、国民民主という構図の中で立憲に投票したと言ってるわけで、これもね、本当に間抜けですよね。間抜けというか、常識外ですよね。BPO はどうなってるんですかね。まあ、その後ですね、高市さんに対して決断を受けていただくようにお願いしたのに、ほとんど喋らせず、その後、ご自身のやっているラジオ、TBS ラジオの中で、高市さんに対して願いを受けるべきかみたいな発言をしたというのも、こういう、いくらなんでもそれ失礼でしょう。長尾先生、まあ、この件はね、私はもう、まあ、候補者として戦ってる分には、まあ、しかも大阪ではそういう話があったんですね、程度の話で、対維新で、まあ、全国的な話でも確かに有識話ではありますけど、まあ、少々ちょっとやっぱりこういうことを言っちゃいけないとは思いますけど、まあ、そもそも有権者が半分近くは投票所に足を運んでいきたいわけで、でそれぞれ、なんかまあなるほど、こうピンポイントのある特定の人たちにとっては、非常に有識自体であったり、あるいはおいしい話であったりすると思うんですけど、全体にとってどんだけ影響があったのかといえば、全然全くピンとこない。ということで、まあ、TBS の報道、まあ、今回の特徴として各社の世論調査が大外れしたという、情勢調査が大外れしたというのもポイントになりました。今まで一番正確だと言われていたのが実は NHK の出口調査で、各議員候補者も、まあ、候補者も、NHK の出口を見ていろんな政策対策を考えてきたり、党内の出口調査もあるんですが、NHK の出口の中間調査などを踏まえて、ここは勝てるかもしれないから強い誰かを応援に行かせようとか、選挙の戦い方を決めていたんです。ところが、これが思いっきり外れるという大きな答えが出ました。これはですね、やはり若年層の支持率が思ったより高かったという、全体としては減りていったんですが、若年層が多くの投票に今までに比べて、さらに NHK などの出口調査も午前中で終わっていますから、若い子午前中に投票所に行かないんです。夕方以降に投票率が伸びてるんですよ。それを考えると、午前中のお年寄り票までだったら自民党負けるとかということで、はい、元さんも改正を2016年改正をということで、でそれに対して、まあ、午後から一気に若い子たちが投票所に足を運んで、各候補者は入れなかったかもしれないけれども、比例で自民党と書いた地域は大阪別ですよ。大阪は除いて、大阪はみんな維新と書いたということなのかなという気がしますけれども、でこれ、どういうことになります？まあ、だから、やっぱり過渡期やからね、過渡期の中の混乱だと思いますよ、今の、この各政党の表現で言うと。で、このメディアの報道に関しては、もう、要するに、ずっと言われていたように、今みたいな、従来のメディアがもう、終わりだということがはっきり言うか分かったと、証明されたものだと思います。その消極的な例ですよ、これで、もうその、掲げた MC。
210ぐらいまで見てる人もいます。あ、そうなんですね。まあ、この後の展開は、まあ、そうすると普通に展開なんですね。40減らして2台5人っていうのも、ちょっとどうかと思いますけどね。それだけ緩い人生って。さっきも言ったように、予測を今いろいろ予測は意味がない。まあ、本当はそうですよね。今回は立憲共産党っていう言い方が
たら、うん、各選挙でみんなそういう言い方をしてますけど、僕はもっと重要だと思うのは、今回の野党共闘というのは、うん、4つの政党が、はい、市民連合という、うん、まあ、色のついた民間団体の提案を受け入れる形で成立しているんです、うんうんうん、で、そこには令和、はい、山本太郎と社民党もあるんですね、うん、で、令和は消費税撤廃って言うんです、うん、そうですね、しかもこれについて合意の中で数字は書いてないんだけど、うん、まず消費税 5% に減税するということを、記者会見で山本太郎はもうそういうことでなんですと言ったんです、うん、言いましたね。でもじゃあ、うん、枝野さんは、自分の政権の時に消費税 10% にするとして、うん、野田政権がお気に上げで実際 10% になったわけです、はい、そしたらその合意を飲んだ段階で自己否定なんですよ、はい、これもし自民党がこういうことをしてたら大手メディアはこれ条例誤解どころじゃなくて、うん、これレゾンデータルが問われる話をしたんです、うん、だからその問題点はどこも指摘しないですよ、うん、そうね、まあ、ひどいもんですよ、ひどいもんですよ、枝野、しかもね、1000万円までの所得税をなくすとか、でいうことを1年だけ無茶言ってますんで、はい、ほとんどの人がなくすってことです、はい、だから僕はね、国民民主党がもう歯を食いしばってね、選挙協力も政策協力もしなかったのは、もうまあその組合との関係もあるけど、まあある意味なんていうかな、目先の選挙よりも理念を取ったという意味で、いわゆる野党の中では唯一まとも、まあ維新はですね、そこはもし選挙区にで誰か投票する選択肢がある場合はね、まあ立憲はもう本当にリコンが何本も渡ったと思うんですね、皆さんこんにちは。政策コンサルタントの諸星健一です、本日は皆さんよく巷で聞かれているですね、 SDGs というものがあると思いますが、まあ、これ一体何なんですか、これ本当に大丈夫ですかという話をですね、チャンネル、選挙が終わって自民党が実質できた準備で、今後の政策はどうなるんですか、補正予算とか含めて、ね、事前の予測だと自民党の単独過半数がどうかという話から比べるとかなり安定したから、でもう安定感が出てきたっていうんで、額がすぐ上がると思いますけどね、はい、安定感があるともに、補正予算の額実に取るでしょうということで、うん、補正予算が作成に入ってますけどね、うん、どのくらいの規模かというと、岸田さん何も言わないから、よく分かる、岸田さんってさ、語尾が切れない人なんだけど、こういうふうに決断しますと言わないで、例えば、金融所得課税はやりませんというふうな決断をしようと思いますが、語尾で切れないんだよね、はい、うん、だからもうちょっと何言ってるか分かんなくて、数字言わない人でしょ、だからこの選挙戦の時もね、いろんな方から成長戦略がないと言うからね、はい、私そういうことに言ってあげたことあるんだけどね、岸田さんは成長戦略、所得倍増やめるって言ったけど、6% の名目成長ぐらいは難しくないからね、これは実質 2%、 実質 2% ってのは今のね、政府の方針なわけ、ね、で、なぜインフレ率
算するとね、3ぐらいしかいらないんだよね。でそういうふうにインフレ率が低いからなんですよって言ったわけ。だからインフレ目標にして、実質 2% で合わせると 6% がいったんで、6% の名目成長すると12年で所得倍増ですよって言ったんだよ。でこういう話って簡単じゃないですかって言ったら、いや、そういう話しかやらないんですよって言って、ね、数字の話がないんだよね。でもだから、補正予算の話しなかったんだけど、まあ、普通の規模から考えると30兆円はやると思う。ぐらいの話はやらざるを得ないでしょ。あのいろんな公約見てるとね、どんなに渋ってもそうでしょ。でもその時のポイントはあれだよね、あの補正予算はあの出るし、年内に必ず出るはずなんだけどね、その時に財務省職がどのくらいあるか依存するよ。要するに財務省のがんじがらめになってるからね、あの区長官のとか、あと側近っていうのは財務省の官僚だったやつばっかりだからね、そうすると財務省の色濃く、あの色がね、出すぎてね、そうすると事業規模大きいけど、本当に予算はちっちゃいからね、そういう形になるとね、あの失望感が出ちゃう可能性もあるよね。だからよく補正予算の中身を見てると。で補正予算って本当の予算の大きさと事業規模で膨らまして違っててね、事業規模で膨らましても本当予算ちっちゃい時あるから、これ財務省やるよくテクニックなんだよね。そういうテクニック使うからね、ここはだから数字もちゃんと見なきゃいけないっていうのはちょっと一応有効条件でありますよ。いわゆる真水、いわゆる真水っていうのと事業規模っていうの差なんだよね。だから真水っていうのはあの、まあ、予算やってると2つあるのは、2つあるのはみんな知ってるんだよね。知ってるんだけど、真水がちっちゃくて事業規模が大きくなったら、これは財務省のカラーが出過ぎてるってことになる。真水ってどれくらいいったら合格ですか今回、はい、真水で30ぐらいじゃない。真水で30だと事業規模は100兆に近く、もちろんどういうような政策を組み合わせるかによって数字はいくらでもなるんだけどね。この辺の数字の話ってあのマスコミ全然わかんないけど、あのまあ財務省は知っててやってるけどね。だから今回事業規模を大きくして真水をちっちゃくする可能性があると思うけど、そうするとちょっと失望感ってね、だからまあどんな予算を作るかに依存するよね。でまあさすがに年内の金融所得課税はないと思うけど、さすがに、金融所得課税はやりませんという検討を始めたところで、将来にわたってやるかどうかわかりませんなんて言いそうだけどね。まあでもあれですよ、あの選挙相談に勝ったんだから、はい、ここは政治主導で頑張ってもらいたいんだけど、まあ、相変わらずはっきり言わないからね、岸井はね。岸田さんの肝煎りの政策ってないよ。だってあの所得倍増落としちゃったらなくなるじゃない。なんで落としちゃうのって私なんか思ったくらいだよ。復活できしないすればいいのにね。またもできたんですか。よくわかんないでしょ。だからね、あの私さっき言ったように名目 6% で12年ですったら、12年は江戸だからね、ちょうど一回りって年金じゃないかって言ってずっと喋ってたな、みんな。そのリングレムとかを世にしましょうっていうのは政府の基本。決めて指示するだけはおしまい。日銀用にしなさい。俺らはおしまい。日銀がないもん、かけない。ここに。決めるとき簡単で、総裁を簡単に呼ぶんだよ。はい、あの飯食おうって言って、昼飯で2人だよな。誰もいないじゃん。2人で飯食うってときに。実は今2だけど、こうやって。それでいけるんですか。どうしていけないの。閣議決定もせんのよ。ない。そうなんですね。安倍さんの時に工藤さん呼びつけて、そうなんですか。のレベルで、これでね、一応ね、あの日銀が決めたって形にしとけ。あ、そうか。でも、子会社の社長みたいな、親会社の社長に呼ばれたよね。飯食おうって言った時、だいぶ側近も来ないからね。二人でしょ。もう拒否できないと思う。できないでしょ。拒否するって言ったら、ああ、そう、じゃあ次はって感じになる。じゃあ、ある日突然、黒田さんが世にしますって言ったら、岸田さんがそれを言ったんですけど。そう。世にしますって、やっぱりあの一応、日銀の中の手続きがあるから、はい。これ政策決定会議ってなって、はい、一応、9人の合議体なんだよ、はい。だから合議体なんだけど、9人のうち3人は執行部だから、はい、総裁と副総裁とか。だからもし岸田さんに4と言われたら、昼飯の会でね、どう何も言わないでか、日銀に帰ってきたときに、副総裁呼んで、岸田さん4って言ってるよって言うと、副総裁の2人は、とか言って言うけれど、一応、総裁の
したでしょ、はい、だからそこは賛成する、はい、だから法律上ね、副総裁を総裁を補佐するっていう義務があるから、はい、だから辞めない限り、うん、うん、はいって感じになる、まあ、あと残りの6人、これはあの外から来てるんだけど、あの出回ししていく、うん、これでも嫌だっていう人いるかもしれないよ、嫌だっていう人いるんだけど、9人でしょ、あの執行部3人だから、あの5人 OK すればいいんだよ、5対4になるんだね、あと2人で行こうとすればいいんだから、うん、2人が落ちるよ。今結構インフレ派多い、そうそう、だから上げるって話については、あの反対する人は少ないよね、てか死にないよね、うん、あの 4ぐらいに上げたものがいろいろやりやすいけど、 2だとあの2いっちゃ困るとかいう人いるから、ね、だからもう4ぐらいに蹴上げた方がいいんで、そしたらね、多少サボっても3ぐらいになるよ、これ言えばね簡単にできるし、あの議会とか、面倒くさいことしないでしょ、そうです、全部あのうちわでできるでしょ、まあ、これが一番簡単なやり方なんだけどね、これが財務省抵抗し、うん、抵抗するけど最終的には日本銀行の話だから、あの抵抗しようもないよね。財務省は何で抵抗は、だからあんまり理由はないと思うんだけどね、理由、うん、でも、うん、理由はないと思うけれど、なんとなく日銀の拡張政策してると財政をつけって言われるの嫌だって、そのレベルで、そういうこと、うん、うん、だからあの政府と日本銀行あって拡張ってのは意味は違うんだけど、両方ともその日銀の方が拡張政策してるときは財務省協力しようって言われるのが嫌だったんだけど、インフレ目標を4にする可能性はないと思う、ない、うん、あの、自民党のいろいろと議員の人と話すとそれはいいよくて、選挙期間中こういうの言いたいんですけどねっていう人が多かったけど、うん、でも今なんかしてそういう話出てこないから、だからあれでしょ、岸田さんのマスクはダメって言ってんじゃないの、うん、株式市場にとってはね、話題が少なくてつまんないよね、うん、こういう話をやると話題が大きくなって、この株がいい、この株がいいって話が出てきやすいんだけどね、ねえ、あの人はね、不思議な人だからね。津軽海峡、大隅海峡を一周したときに何も言えなかったからね、普通は言うんだけどね、怖いわけしかなんて言ってね、あの言うのは自由だから、それであれをあの時に言ってれば、ひょっとしたら自民党は現有議席いい違いだったかもしれないよね、うん、いいチャンスだったね、残念ながら逃しましたね、うん、まあ、いいチャンスを逃す人だよね、あの人。今は中国はすごい状況になって、あれでは今度中国の海警法を改正して、これであの尖閣の周りに来た漁民は中国がしょっぴくったらしいだろうよ、あんな大変な話でね、言葉でいかない言ってたらダメだから対抗しなきゃダメなレベルなんですけどね、なんかそういう対抗をするっていう発想がないのかな、よくわからないけど、私だったらすぐ嫌いを伏せするって言っちゃって言っちゃうんだからね、僕はよくわからないですね、これからどうする、ニュース見て行かないと岸田政権がどうなるかわかるんですね。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。中継がつながっています。高市さん、どうもこんばんは。こんばんは、報道ステーションをお越しです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これまでの選挙戦、議席の空き具合をご覧になって感想を伺いたいと思います。自民党は単独過半数233をですね、超える見通しというのが我々の見立てです。高市さん、これまでの議席獲得状況、どう評価されますか？ちょっとこれまでも細かに私は見れてないのですが、もしも単独で過半数ということであれば大変ありがたいことですし、岸田総裁が無事項で過半数というのを将来ラインとして定められましたので、それは必ず超えてほしいなと祈るような気持ちでおります。事項で過半数というのはちょっとハードル低すぎるとないですか？
でも総裁がそのようにお決めになりましたので、我々今までこのコロナ禍における格差の拡大ということを VTR でご紹介しました。今後の非常に大きな課題だと思います。これからですね、岸田政権継続すると思います。この岸田政権として直ちにやっぱりやるべきことっていうのはいろいろあると思うんですけども、どういう優先順位で何を行っていますか。まず直ちにやるべきは一刻も早く補正予算を編成し、それを成立させていただくことだと思っています。でその中でやはりコロナで傷んだまず事業主体、事業者ですね、これも地域を限定せず、業種を限定せず、そして事業規模に応じた支援をしっかり行うということは政権公約にも書き込ませていただきましたので、これはしっかりやっていただかないと多くの方の働く場所が失われることになります。それからもう一つ本当にお困りの方々、特に学生さんで、もう学費も払えないとか食べるものがないとか、それから非正規雇用の方で事業者の手当を受けられてない方、それから女性の方で、今まで5日間仕事に行ってたのが3日に減らされて、とても生活できないという方、それからもうさまざまお困りの方がいらっしゃると、そこにどう手当をしていくかというのはとっても大事な、急がなきゃいけないことだと思うんですね。だからこれはもう補正予算でまず手当をするということ、これが最優先順位でございます。困っている方に手を差し伸べるのは当然だと思うんですけれども、同じ方向の公明党がですね、18歳までの全ての子どもに10万円という国枠という案、これは自民党としてそのまま受け入れるお考えはありますか。これはこれから議論をしなければなりません。補正予算の編成の過程、それからこれは補正予算案を閣議決定しようと思ったら、自民党、公明党両方の審査を通らなければいけませんので、政調でしっかり議論をすると、自公で議論をするということです。対象をどなたを対象にして、どの程度の支援をするかということについては議論するということです。あえて今回の政権公約では金額を私は書きませんでした。これはもう書いちゃうとばらまき合戦のような選挙になるので、それを避けたかったんです。そのばらまき合戦になってはいけないということですが、各党、自民党もですね、手厚い給与ということは当然考えていただいて、一方でその財源は大丈夫なのか、取るべきところから取らないといけないんじゃないかという声もあります。その表裏一体のこの財源と給付このバランスっていうのは、高市さんの考え方はどうなんですか。非常に難しいことですけれども、ただ補正予算に関しましてはもう今年の当初予算動き出していますので、これを国債発行で対応するしかないと考えていますね。で、今後ですけれども、やっぱり経済をきっちりと成長軌道に乗せていく、そのための対策、これは取っていかなきゃなりません。その上で結果的に税収が増える、この形をしっかりと作っていきたいと考えています。困窮してらっしゃる方からはですね、高額所得者、金融所得課税などですね、しっかり取ってほしいという声が正直上がっています。この富裕層への課税というものを正面から向き合ってはいかがでしょうか。はい、これも私の個人的な考えとしては、そういったことも著書に書かせていただきましたけれども、まだ自民党の中の合意となっておりません。でこれは年末の税制調査会で、しっかりと議論をされるべきことでございます。特に働いていらっしゃる方の賃金を増やすと、いう意味では賃金を増やした企業に対して、税制優遇をするという形になっていくんだろうと思います。これが税は党で決めますので、これはしっかりと税調で議論させていただきます。しっかりと議論をお願いいたします。高橋さん、ありがとうございました。
あとその維新がまあ大阪とか伸びるじゃないですか、今回倍増すると言われてますから、うん、まあ、維新もね、いっそのこともそのもう与党に入れちゃう、もうまあそれ憲法改正とかではね、はい、一致してますから、はい、でもまあ払わないと現段階では言ってますよね、はい、でも維新で声かけて、でも政界の人にちゃんと聞こえてますよ、はい、そうだったらいいかなと思う、うん、あの、いい、公明党は絶対逃げないじゃないですか、うん、公明党はもう与党だったら大阪だったら維新と組むし、東京都だったら小池とも組むし、だから要は勝ち馬にしか乗らない、うん、わけですから、うん、だから維新入れるよって言っても、うん、維新入れるなら出ていく、うん、絶対言わないわけですから、うん、だからもう維新も入れてね、うん、ちょっとバランス取っていくとか、や、出たらいいなと思うんですけどね、うん、まあ、選挙区の問題でね、うん、まあ、まあ、なんでしょうけど、うん、まあ、なんか、それぐらいのなんかやらないと、なんかちょっと強い政治が、ま、そう、今、世界中がね、うん、インフレになって、うん、まあ、原油とか全部上がって、こう経済立ち直らせなきゃいけないっていう状況で、岸田さんはね、新しい資本主義って言ったけど、それは何かわからない、それから所得倍増計画とも言ってたのに、我々選挙中だけ、どうせできないんだけど、騙して、所得倍増しますって言い続ければまだよかったのに、もう引っ込めちゃったじゃないですか、そうできんなって言われて、すぐに言って、引っ込めちゃったから、言ってなかった。だからなんか、その、聞く、岸田さんのどんなことを言うかって、聞く内容がなくなっちゃったんですよね。下山して所得倍増計画があるっていうのをもう嘘でもいいからずっと言い通してれば、うん、ちょっと夢を感じたかもしれないですけど、まあ、ね、あんなんだね、岸田さんね、いや、あれ嘘に言いましたからね、だってネタ、種がないのに、うん、種がないのに言ってたんですから、うん、所得倍増するって絶対無理じゃないですか、そんなの、まあ、無理っていうか、何か やればいいかもしれないですけど、うん、インフレなのかね、ハイパーインフレなのか知らないですけど、うん、でもなんか、言えばまだロマンはあったんですけど、何のこう空中戦もない感じになっちゃったなと思って、うん、だからその選挙後から、うん、その参議院選までのね、まあ、流れが盤石さがもう全然ないですよね、ぐにゃぐにゃになっちゃうと、うん、また成長しちゃうし、うん、また悪い雰囲気になっちゃって、また1年で受賞が交代するのかっていう、うん、3人負けたらもうゲットアウトですからね、うん、まあ、3人負けたら大変なことになりますよね、なので、ね、また変わるのかっていう話になって、ちょっと暗くなっちゃったなと思ってますよ、うん、やっぱり岸田さんの問題はパッションが足りないことと、はい、うん、それからそのいわゆる側近と言われる甘利さん、うん、遠藤利明さん、うん、麻生さんも入れた方がいいのかな、が、あまりにそのなんていうかな、まあその大宏池会を優先してね、いろいろなその圧力をさまざまなところで生んでます、うん、これは選挙調整もそう、うん、政策面もそう、うん、でこれについてはね、まあ、清和会が中心だけど、このいろんなとこからふざけんじゃねえよっていう声をね、相当上がってますね、やっぱり東京15区、うん、まあ、それからまあ比例の順位が大きいんだけど、これは今回の選挙で今まで現職でそれなりに頑張ってた人が落選するわけですね、うんうん、で例えば東京15区の場合はおそらく、後から推薦がついた方が勝つ可能性が極めて高い、そうそう、怒ったこの人の恨みが来年ずっと続くんですよ、うん、この派閥の怒りが、うん、両方がね、結局バッチつけて入れるかとかなんだって言ってたけど、うん、そうじゃない選挙区が複数どころかかなり出てきた時に、うん、そのすでにね、これを許してる岸田さんにはついていけないっていう極端な話、岸田おろしのマグマってもうあるんですよ、もうあると、まずトップはですね、今週の編集のインタビュー記者組を、はい、憲法改正は必ずやる、で、これ一番、まあ、最初に質問はその、ちょうどその日の三件にですね、はい、桑原さんがですね、俺たちの最初の反撃を引いて、いいエッセイを書いてたんですよ。要するにその、聞く力っていうけど、はい、聞く相手が大事だよと。あ、そうですね。うん、強いことを書いてあげる。誰から聞くかってことがすごく大事だと。はい、ね、
岸田総理に読んでほしいなと思って、で、南新聞から総理が読まれるんだ。その時さ、ちょっと産経新聞から読むなとか言えばいいんだけど、そういうことは言えないんだよ。だから、あまり決まって言われんねえやつっていうか、すでにシャッター閉じましたけど。聞く力はないんだけど、どうもそういうの、演説とか話がないんで、はい、あんま面白くないと、うん、声もあるそうですね。で、総理が演説うまいな、政治家としてね、うん、演説うまいなと思ったのは誰ですか、うん、言ったら、まあ、直接聞いたことはないんだけど、格差の演説みたいなのから、ね、格差の演説は、やっぱり一応引き付けるなと、うん、で、田中真子と同期なんだね。あー、なるほどね。で、真子さんもうまいって言うから、はい、確かにあの人は演説が上手いんです。上手いですね。だから漫談家になる、政治漫談家になるのが一番いい。はい。完璧ですよ。言ったら返事がなかったですけど。あと聞いたのが、その2類からね、うん、コロナでね、はいはいはい、2類から5類に帰ろうと。さすが、さすが春菜さん。この現在のインタビュー、いいの突っ込んでますね。いやいや、なんで、はい、安倍総理が辞める間際にすることも言ったし、はい、うん、でも菅総理もできなかったし、で、2類から5類なんで変えないんだと、うん、聞いたら、要するに2類から5類に変えて、うん、また今度その第6波が来た時に、うん、そのまた5類から2類に戻すのは大変だと、うん、いうようなことを言ってましたね、それは。5類の方がもっと増えても吸収できるんじゃないのっていうのがあるからなのに、どうしてもやっぱ官僚主導で考えてるんだろう。もう完全に官僚主導ですよ、この1類にするっていうこと自体は。やっぱ国民をね、データベース化しないといいながら追っていきたいっていう考え方ですからね。だから別に5類に相当にして、それはそれで特別な法律にして、コロナに関するお金は全部払いますと言えば別にいいわけだと思うんですね。はい、お金困ってるから、お金に対してすごく心配してる人もいるんですけど、まあ尾身茂さんの、まあ、はい、批判はですね、今月頃の花田君もですね、厳しく、はい、やってますけどね、尾身茂とか西浦さんとかね、藤原和平さんもやっているし、うん、坂井宏さんもやってますけど、その第二文化会での取る場合はないのかって、それはなかなか難しいとは言ってましたね。ただし、ウィズコロナでいくと、うん、そのゼロコロナなんかできないと。だから、そういうその専門家からですね、知識や提言をもらう有識者会議を別途作るのは必要だと、うん、いうことは言ってたんで、まあ、実際そういうことができるかどうか分かりませんけど、そういうのをやればまだいいと思いますけども、うん、尾身さんと一緒に記者会見やらない方がいいですよね。そうですね、うん、そう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 、尾身さん主導になっちゃった。そうそう、ね、で、憲法改正についてはもう私の任期中に目指しますと、うん、これもちゃんとはっきり言ってましたからね、うん、なかなかこれはその、なんとかそこは張ったりじゃなかった。そうやるって言ってるんですよね。で、任期中っていうのが問題だけど、いつまでかそうですね、はい、それはさすがにそれは私も聞けませんでした。で、だけどその一説には安倍さんが憲法改正っていうと反発が多いけど、うん、岸田さんだったらなんとなく敵も油断してるよね。確かに。するとですね、はい、通っちゃう可能性もあんまりしづらい。そうそう。っていうね、うん、リベラルの人だから、そうそう、リベラルに変えるんだったらいいんじゃないの、うん、ってなるかもしれない、ね。そういう可能性もあるんじゃないかっていう人もいるんですよね。それわかんないですけどね。BP から出た核兵器のない世界で誤解だと。私は誤解の立場を取っていますがって聞いたのが、そのようなことは全くありません。誤解といっても、本の中でも書かせていただいておりますが、国民主権、平和主義をはじめとする憲法の基本的な部分はしっかり守るという意味での誤解であるってなんか微妙ですね。これ平和主義はじめって言ったら憲法9条っぽい感じだから、それちゃいますね。基本憲法の基
基本的な部分ですよ、ね、みんな結構救助と思っちゃう。そう、はい、平和主義でね。そういや中国の意見を聞きすぎてしまうのではないか、はい、そういう力で、うん、そうしたご心配は全く不要です、うん、私は安倍内閣で外務大臣4年半かけて王毅と喧嘩したことがあると、うん、こう言ってましたね。東京外相と激しいやり取り、本当なのかなってな、うん、ね、やり取りしたのかね、そうですね、うん、まあそうあってほしいと思いますからね。僕もう一つ質問を含むんで、うん、日韓合意、うん、あの岸田さんがやりましたと、はい、そうそう、で今の韓国を含めどう思いますか、うん、あ、そうですね、岸田さんはどうしますか、うん、そうだな、うん、それは聞くべきだな、はい、菅さんはずっと聞くべきだったはい、そうです、そうです、そうだから担当だったからね、はい、担当だったんだけど、ね、今どう思いますか、それは確かにね、韓国のね、それは聞けばよかったな、もう一番はい、そうそうそうもう一度だね最後のこと最後のこと本当にごめんなさい、それ3回ぐらいなっていないところで、大きく動いております。それで、今日取り上げたいのはですね、このニュースなんですね。これは本当に日本ではですね、ニュースになってないんです。これ何かと言いますと、10月24日ですねにですね、ソン・キムさんというですね、この人もともとはお父さん韓国人で、子供の頃韓国からアメリカに移住したんですけれども、そこからね、アメリカの国務省入りまして、それで今その北朝鮮担当の代表をやってるんですね、アメリカ政府、バイデン政権のですね。でこの人が、ソウルにやってきました。でそのこと自体あんまりですね、日本ではニュースになってないんですけれども、そこでさらにですね、この10月24日にですね、すごく意味深な発言をしたんです。韓国の終戦宣言案を検討するということをですね、初めて言ったんですね。でこれはですね、非常に重みのある発言でして、どういうことかというとですね、このこれまでそのアメリカと韓国の足並みがですね、あんまりこう揃ってなかったんですね。まあ、どういうことかと言いますと、韓国のムン・ジェイン政権はですね、我々よく知っていますように、もう北朝鮮にこうラブコールを送ってですね、もう本当北朝鮮べったりという政権ですね。ところがアメリカはですね、トランプ政権も1回はその2回ですかね、あの握手が3回か下しましたけれども、まあ、結局こう仲違いみたいになっちゃって、その後バイデン政権は完全無視ですね、完全無視しております、おりまして、それで一体米朝どうなっていってしまうのかと、まあ、どうにもなってないわけですけれども、このままですね、動かないのかと。で北朝鮮イラついたらミサイル撃ったりしてるわけですね。でバイデン政権何もしないのかなと思っていましたら、ここへ来てですね、韓国の終戦宣言案を検討するということを言い出し始めました。でこれはですね、もしかしたら大きな転機になるかもしれないんですね。でこれどういうことかと言いますと、まずその終
選宣言案ってこれ何だろうということなんですけれども、これはですね、ムンジェイン韓国のムンジェイン政権の、看板政策であります。北朝鮮と韓国はですね、朝鮮戦争という戦争を1950年から戦いまして、それが1953年の7月にですね、休戦したんですね。休戦協定を結びまして、ちょっとお休みしようということで休戦になりました。3年で休戦になりました。で、1953年のその休戦協定が未だにですね、2021年まで延々とこう続いているというのが朝鮮半島情勢なんですね。で、それをムンジェイン大統領は、この休戦協定もやめようよと、1953年もう冷戦始まった初期ですね、冷戦のですね、こんなですね、その冷戦初期の条約をですね、未だに結んでいるなんていう、国はですね、他に世界にないではないかと。まあ日米はもう同じぐらい古いですけれども、まあそれは置いておいてですね、まあこういうその敵国とですよ、こういうのを結んでいるというのはもう古いじゃないかと。これもうやめようよと。で、休む、休戦ですね、休戦じゃなくてもう終戦にしようよというのが、ムン・ジェイン大統領の考え方で、これはですね、ムン・ジェイン大統領、2017年5月10日に、政権、大統領になってから一貫して言い続けております。で、2018年にはですね、キム・ジョンウン、総書記、今の総書記ですね、とその首脳会談を何度もやりまして、で、この終戦宣言を2018年中にやろうよって言ってたわけですね。で、それで、2019年の2月に、本来ならそれをカバーする目的でトランプ大統領と、キム・ジョンウン、総書記がですね、ベトナムのハノイであったんですけど、バーンと決裂してしまったんですね。で、それ以降もこの終戦宣言何言ってんのということになってしまったわけです。ただ、ムン・ジェイン政権はずっとですね、もう終戦宣言をやりたいんだ、もうとにかく朝鮮半島を平和にしたいんだと、もう戦争がね、休んでいるんじゃなくて終わらせるんだと、もう一貫してるわけです。こういうところ一貫してます。目の玉で言うと、なんでなんですね。一貫してますね。で、それでやっておりましてね。で、これ、アメリカはですね、これまでバイデン政権は無視してきたわけです。言わないと知りませんと。アメリカはね、そうじゃないということでね。無視してきたバイデン政権、今年1月から。ところがですよ、今になってですね、これをですね、検討すると言い出したんです。完全なですね、バイデン政権の、政策転換が行われているわけであります。で、北朝鮮をめぐるですね、各国の思惑についてちょっと見てみましょうね。アメリカ、まず韓国からいきましょうか。韓国はですね、ムン・ジェイン政権ですね、先ほど言いましたように、ムン・ジェイン大統領の任期は来年の5月9日までです。9日までです。まあ、正確に言うと5月10日のその次の大統領に引き継ぎを行うときもあるんですね。なんですけど、その退任までにですね、もう一度夢をもう一度ですね、ラブソングみたいですけど、その南北首脳会談やりたいんです。とにかくもう一回ね、キム・ジョンウン総書記と握手したいわけです。ムン・ジェイン大統領はね。彼の師匠であるのが大統領がですね、8年の3月に引退しますけど、その前のですね、2007年の10月に平壌行ってるんですね。で、ムン・ジェインさんは2018年に平壌行きましたけど、もう一回行きたいわけですね。もう一回やりたい。もうとにかく、ムン・ジェイン政権ですね、あんまり内政干渉したくないんですけれども、あんまり成果がないんですね。経済政策大失敗。それでコロナでですね、もうなんかろくなことないわけですね、ムン・ジェイン政権。で、ただ一つ彼が考えてるのはもう北朝鮮です。北朝鮮と仲良くしたい。彼の両親、北朝鮮が逃げてきたわけです、朝鮮戦争に。北朝鮮人だったわけです、彼の両親ですね。逃げてきたわけですね。ということもありですね。とにかく北朝鮮と仲良くして握手して、歴史に名を残したいという気持ちが強いんですね。で、そこにですね、今すり寄ってきたのがアメリカというわけで、このバイデン政権ですね。バイデン政権のアジア外交で思い出すことといえば、8月15日のカブール陥落ですね。あそこから、アフガニスタンからバーッと撤退してしまったアメリカ軍ですね。で、あれはですね、まあ、アジアでは失敗だったとかいろいろ言われてますけれど、アメリカ国内ではですね、割合評価されてるわけですね。一定の評価あるわけです。やっぱり外国のことなんか構わないで、アメリカ国内のことをなんとかしてよというのが、アメリカ国民の今一番大きなこの意思なわけですね。だからもう外国に駐留するんだったら、アメリカをなんとかしてよというのが今の多くのアメリカ人の意思なわけです。だからカブールの撤退。で、
人多くいるんですよ。在韓米軍ですね、在韓米軍。韓国と北朝鮮が平和になれば、在韓米軍いらないわけですね。あるいは大幅に減らせるわけです。ヨーロッパもかなり減らしてきてます。ドイツとかですね。じゃあ在韓米軍も本当は減らしたいわけですね。で、内戦に集中したいというときに、やっぱり北朝鮮これまで無視してきたけれども、北朝鮮とちょっとですね、こう対話することによって、なんとかね、その朝鮮半島の負担を減らせないかという意図があるわけですね。来年秋に中間選挙を控えてまして、やっぱり国内問題に集中したいというですね、気持ちがあるわけです。で、中国習近平政権ですね。習近平政権は、来年2月ですね、北京の冬のオリンピック・パラリンピックをやります。で、その後ですね、来年の秋にはですね、5年に一度の共産党大会、20回目の共産党大会を控えているんですね。共産党大会の年はですね、中国国内ではその交通事故を一つ起こしてほしくないと。で、その周辺のですね、もう非常に安定しているのが望ましいというのが、いつも中国のやり方なんですけど、習近平政権は非常に傾向が強くてですね、まあ、とにかく来年末まで平穏な、平穏に向かうんですね、これ、国境でないですね。で、そのためには、やっぱりアメリカと韓国と北朝鮮が対話してほしいということで、バックアップするというですね、条件が整っているわけです。で、次に、じゃあ、党のですね、当事者である北朝鮮どうなっているのかということなんでございますが、北朝鮮、大変でございます。国連の制裁はですね、2017年から強烈な制裁、経済制裁が効いていて、まあ、1、2年大丈夫だろうと思っていたんですけども、4年になってですね、いよいよですね、ぐらついてきてます。さらに、昨年からのコロナですね、コロナもその北朝鮮ほとんど手を打ってません。ワクチン接種もほとんど進んでません。ということで、コロナも蔓延していると。で、さらに、極寒の冬ですね、マイナス20度の冬がやってきます。それで、大ピンチ。で、今年秋の収穫もですね、また不作だったようでして、まあ、いつまで持つか分からないって食料がですね。で、今言われているのはですね、苦難の行軍の再来ではないかということなんですね。で、この苦難の行軍って何かというと、1994年からですね、98年の初めぐらいまでですね、もう経済危機に、飢饉に陥りましてですね、一説によると350万人ぐらいが餓死したと、言われているんですね。で、その時のですね、強烈な時代にまた戻ってしまうんじゃないかということで、北朝鮮もですね、もう大変なんです。だからもうとにかく韓国とも仲良くしたいし、アメリカとも仲良くしたいというのが、金正恩政権の本音だということなんですね。で、周辺諸国でですね、全くこう言及してこなかった国が一つありますね。そうなんです。我が岸田政権でございます。最後に岸田政権と北朝鮮についてお話したいんですけれども、岸田政権ですね、私はですね、これ、まあ、いろんなところで言ってるんですけれども、その意外とね、これ北朝鮮とですね、こう近づいていくんじゃないかと私は見てるんですね。で、これどういうことかというとですね、まずその北朝鮮から見た岸田政権なんですけれども、安倍政権の延長だと見なしてないんですね。前の菅政権は安倍さんの延長だと、まあ、任期も延長、その延長の任期でやってましたし、安倍菅政権って言われてましたね。なので菅政権は安倍政権の延長だという見方なんですけど、岸田政権はですね、また別の政権なんじゃないかというふうに見てるわけです。で、北朝鮮は安倍政権嫌いでしたから、その大嫌いだった安倍政権とは別の、ね、政権なんじゃないかというその期待があるわけですね。あるわけです。それからですね、これもあんまり言われてないんですけど、広島出身というのはものすごく大きいんですね。北朝鮮ではですね、日本というのは20世紀にですね、北朝鮮を植民地支配したこの悪の帝国だという教育を受けてるんですね、イメージがあるわけです。ところが広島と長崎だけは我々の仲間だという意識があるんですね。なぜなら原爆を落とされてるからですね。アメリカに原子爆弾を落とされたと、アメリカの犠牲者だと、我々も朝鮮戦争でアメリカの犠牲者だと、だから広島と長崎の人たちだけは仲間だという発想なんですね。だからその原爆の被害者と人たちがですね、在日朝鮮人でいっぱい北朝鮮に帰ってるんですね。で、そういう人たちのその問題とかですね、その広島にはですね、非常にこのなんていうんですか、同情をしてるんですね、北朝鮮は。だから岸田さんがその広島の出身だっていうことは、その北朝鮮がとのね、日朝外交にとって非常に大
だから北朝鮮からすれば期待をしてるわけです。広島出身の岸田さん、なんかやってくれるんじゃないかって期待感あるわけですね。で、北朝鮮は今何を見てるかというと、これでございます。COP26 というですね、地球温暖化防止のため の、 国際会議ですね。これはそのグラス、イギリスのグラスゴーというところでですね、10月31日から11月12日まで開かれます。で、31日がちょうどですね、選挙、総選挙のものですから、終わってからですね、11月の初旬に、岸田さんはですね、初めてその外遊としてイギリスに行こうとしてます。今イギリスにですね、この COP26 に参加しようとして、でそこで、イギリスのジョンソン首相とか、いろんな首脳とですね、ここでその首脳会談をやろうとしているんですね。で、北朝鮮がその、地球温暖化に興味があるかというと全然興味ないんですよ。北朝鮮はあんまり二酸化炭素排出しておりませんので、あんまり車走ってませんからね、排出してませんので、その、あんまり関係ないんですけど、そうじゃなくてですね、ここでその拉致ですね、拉致問題をこの岸田首相がどのぐらいその各国に言うのかというのに注目してるわけです。つまりその北朝鮮からすればですよ、もちろん日本からすれば拉致問題非常に重要です。だからいろんな国の首脳会談であって拉致問題なんとかよろしくお願いしますってこうやってきたわけですね。安倍政権以降ずっとやってきたわけですね。ところが北朝鮮からするとですね、これは告げ口外交だろうというように見るわけですね。で、その岸田さんがその安倍政権の延長でないことをですね、見定めようとしてるわけです。この COP26 の岸田外交、どういうことかというと、この拉致をですね、どれぐらい強調するのかしないのかというところを今北朝鮮はじーっと見守ってるわけです。なので、その岸田さんもですね、金正恩、総書記とはその会って話をしたいということはもう言ってるわけですから、もしですね、日朝首脳会談とか、あるいは北朝鮮と日本とですね、この交渉をですね、その早めたいと思うのであれば、そのここで、拉致ですね、会談で言うのは全然構わないんですけど、この記者会見とかですね、その発表の場で 大きくですね、この拉致問題について言うと、もう北朝鮮はもう会になってしまうんですね。あ、同じだ、安倍さんと、安倍と同じだということで、もうこう会になって見限ってしまうので、ここをですね、どう出るかというところで、そのもしですね、ここでその北朝鮮がですね、岸田政権、やっぱり広島出身の、首相だけあってですね、いけるんじゃないかと見たらですね、2022年、来年はですね、ストックホルム合意をやった2014年以来のですね、日朝交渉がですね、進展する年になるのかというところで、期待したいということで、今日は終わりにします。どうもご清聴ありがとうございました。本日はタナゴンニュースで、この1週間告知こいつなんか嫌なんだよ。パソコンの歴史そのものなんで、アップルの歴史っていう、一番最初はアップル1っていうキットだったんですけど、アップル2っていうのを出したんです。それはもう超画期的、それを見せてそのままパクって、彼の思い描いてる世界観っていうのは iPhone もうすでに森エモンチャンネル。だからオズ、もうオズは共同経営者なんだけど、オズにもアイスをつかされ、ジョブズついていけねえよ、俺はジョブズ好きだけど、お前の経営にはついていけねえよって言って辞めるし、で、いや、上場したんだから外部からちゃんとした経営者呼んで、そいつやらなきゃいけないんじゃないか。今有名な話で、そのジョン・スカリーって人が来て、ペプシかな、ペプシがジョン・スカリー、ちょっと誰だか忘れたけど、新しく連れてきた CEO がペプシで副社長をやってた人をアイデアして連れてきたら、最終的にそいつにクビにさせられる。スティーブ・ジョブスが描いてるそのもう未来構想はもうとてもじゃないけど、今は現実的に今の技術では実現できなかったんです。
だからアップルのマッキントッシュの MacOS はすごく妥協の産物だったんですよ。ジョブズの中では、いや、だ要はジョブズの中ではの理想とはもちろん程遠いし、ね、とりあえずマルチウィンドウのシステムが動いてる MacOS すごいパソコンだってなってるし、俺も初めて使った時はすげえなと思ったけど、やっぱバグも多くて、まあまあ、あの最大の欠点っていうのはプリエンティブマルチタスクっていうのになってなくて、マルチウィンドウでいろんなアプリケーションを同時に動かせるわけです。まあ、そんな当たり前じゃないですか。Photoshop 立ち上げながら、ブラウザ立ち上げて、ターミナルも立ち上げてみたいなのを、もう10個ぐらいブワーって立ち上げたりとかしても、できてもしないじゃないですか。で昔は疑似マルチタスクって言って、技術的にそれをやってたから、メモリーリークとかって言って、その同じメモリーの領域を別のアプリケーションが食い合ったりとか、データを上書きしちゃったりとかして、暴走したりとかしてた、してた。で、プリエンティブマルチタスクの OS の技術っていうのが、その AT&T っていうのが特許だったんで、最初。AT&T ってのは日本の NTT みたいな会社なんですけど、そこが Unix っていう OS を、世界初のプリエンティブマルチタスクの OS を開発したんだけど、そこのパテントだった、まあ、特許だったんで、なかなか自由に、安く使えなかったんです。ライセンス料を安くしなかった、AT&T。だ長らくそこはすごい問題になってたんだけれども、まあ、Linux って OS が出てきたりとか、BSDOS とか、そういうその AT&T の特許を回避しながらできてきたプリエンティブマルチタスクの OS が出始めてた頃だったんですけど、Apple は結局それを採用せずに、いろいろ内情が火の車だったりとか、経営の混乱があったりして、結局 MacOS がどんどんダメになっていくんですよ。そこに最後もう本当にあの、追い打ちをかけるように Windows95 が出てきて。95がそこだ。実はあの Windows の、 そのゼロックスのパーク研究所で、そのアルトとかを開発してた開発メンバーを引き抜いて Windows を作り出すんですけど、やっと Windows95 ってね、1995年の暮れにやっと発表したわけですよ。でこれがもう大ヒットして、そこまで10年間で、まあ、そういうのがあったわけですね。マッキントッシュ発表後10年経って、マッキントッシュに匹敵する OS をマイクロソフトが出したんで、それがもう決定的な一打になって、アップルはもう業績が超不振になってやばい状態になるんですっていう、まあ、その頃僕は Mac を使ってたんだけども、本当に悲惨な状態で、そうなんですよ。もうなんか Photoshop とかでなんかこうレタッチとかして保存ってやる直前にバチッと落ちたりとかして、だから俺もうなんかあれだもん、その頃からの癖でパソコン使う時はコマンド S っていうセーブコマンドがもう手でこうやってやってるんですよ。いつ落ちるか分かんないから。いつ落ちるか分かんないからずっとこうやってやってるんです。今でも癖が抜けないんですよ。いやもうなんか気づいたらセーブ。左手にすぐコマンド S。なるほど。で、95年に追い打ちをかける Windows が出てきて、でどうなったんですか？いやもうアップルは潰れかけるんです。で、追い出されたんですよ。1985、86年ぐらいかな、ジョブズが追い出された。あ、85、86年にもう追い出されてるんですね。そう、自分自ら連れてきた元ペプシの社長に追い出されて、追い出されてから、いや、どうするよみたいになるんだけれども、彼は理想の俺はなんかコンピューター作るんだ。で、NEXT っていう会社を作るんです。まさに次のコンピューターを作るんだっつって、NEXT STEP っていうコンピューターを発表するんです。これがすごいかっこいい黒のマット塗装のマットブラックの真っ黒なキューブ型のパソコンなんですけど、超かっこいいんですけど、それが初めてや、まあそれが採用したのは BSDOS 系のプリエンティブマルチタスクの OS だし、落ちないんですね。それ用に NEXT Objective-C っていう C 言語を改良した、それもそのコンピューターの世界でオブジェクト思考なんかやってますね。当時はまだオブジェクト思考ってめちゃくちゃ最先端のプログラミング言語で、あ、そうだったんですね。 C とかはオブジェクト思考じゃないんで、あ、C ってそうなんですね。 C プラプラ、C プラプラってその後のやつからオブジェクト思考になるんだけど、それの系統で別でオブジェクティブ C っていう NEXT 用の OS、 あのプログラミング言語まで開発して作ったんです。やっぱアップルのその彼と一緒にそのマッキントッシュを作ってた精鋭たちがあのジョブスに浸水して出て行って、ネクストにはアップルの株をいっぱい持ってたんで、それを売って得たキャピタルゲインでネクストステップを作るんですよ。その時の現状はあのちょうどあの映画スティーブ・ジョブスって映画でも後の最後の方に出てくるんだけど、すごいこだわりの、要はあのその発表
会のスライドを作るのに、いやなんかちょっと違うんだよ。で、40回ぐらいリテイクさせられて、最後の40回目で OK。で、その現場のディレクターのぼやきが、これは確か2番目ぐらいの案だったかな。っていう皮肉を言うっていうシーンが出てくるぐらいすごいこだわりが、そのキューブがここは90度じゃなくて89度。なるほど。でそれがあの採用したプリエンティブマルチタスク OS と、もう一つのすごい点がディスプレイポストスクリプトという技術で、何ですかそれは。これポストスクリプトっていうのは Adobe っていう会社が開発した技術で、ジョン・ワーノックさんっていう人が、創業者の人がもともとそのポストスクリプト、これ言語なんですよ、ポストスクリプトっていう言語なんです。ポストスクリプトって実は設備詞っていう意味なんですよ。ポストっていうのは後ろっていう意味で、後ろに尻尾にくっつく詞っていう設備詞っていう、そういう感じのなんか打足的に追加できるみたいな感じの言語になってるんですよ。なのでポストスクリプトと名乗られたんだけれども、それはあのスプライン曲線とか曲線を記述するための数式があって、建築の事業とか取ってた製図とかそういうので出てくる高速道路の設計とか、そういうのに使われるこうなんか二次方程式となんか複数つなげるみたいな感じの曲線 その理論があるんだけど、それをその方程式を数式化したプログラミング言語化したのがポストスクリプト。要はそのアウトラインフォントって言って、まあこれはアウトラインフォントなんだけど、こういうののこう滑らかな曲線、これ拡大するとこう曲線の組み合わせになったりします。それによってそのどんなフォントとか文字とかでもあの数式で全部合わせてそれを言語化している、それはポストスクリプトです。アドビが開発した技術で、それはもともと印刷用に開発された技術なんです。昔印刷っていうのは製版で版を作って、で版は一つ一つこうフォントがあって、それの鉛で作ったスタンプ、あれをこう組版っていって組み合わせてこう版を作って、それを便利に回してみたいなことをやってたんだけど、それをデジタルプリンターにデータを送ったら印刷されるようにするために作られるのがポストスクリプトなんです。それを画面にも表示させる、画面にもそういうこう印刷物みたいな滑らかな綺麗なフォントで表示させたい。それでも当たり前のようにみんなやってるけど、そうですね、当時はあのファミコンのさ、なんか魔法の言葉みたいな、復活の魔法を入れるみたいな、あのギザギザのフォントだったんですよ。しかも等幅フォントですって、例えばアルファベットだったら A と I って全部等幅って間隔が全部一緒だったんです。でも今って A と I の間ってギュッと詰まるじゃないですか。ギュッと詰まります、ね。それプロポーショナルフォントって言うんだけど、プロポーショナルでアウトラインフォントっていうのを初めて実装したのがそのネクストスクリプト。でももう、だからその技術、その当時のその技術を入れようと思ったらもうめちゃくちゃ金がかかって、1台200万近くしたんですよ。スティーブ・ジョブズ信者しか買わないみたいな。え、じゃあまあ国民的な PC にもならないですよね。もうあのマニアがジョブズの信奉者が少数買うだけで、もう全然ビジネス的にはボロボロだったんです。でどうなるかっていうと、ハードウェアの事業を諦めてユニックスみたいな OS で動く、あんたらユニックスっていうかユニックスみたいな OS として、まあ、ソフトウェアとしてネクストソフトウェアっていう形に変わったんです。ハードウェア諦めてソフトウェアだけの会社に縮小して、でジョブズは実はその時代にたまたまスピルバーグさんから CG の会社を買うんですよ、ピクサーっていう。そうなんですよ、ピクサーを、スピルバーグの要は CG 部門だったピクサーを買って立て直すんですよ。っていうことも裏で実はやっていて、はい、だからピクサーはジョブズの会社だったんです実は。で立て直してトイストーリーとかいろんなのでうまくいって、あ、トイストーリーその時期なんですか、うん、でそれをあのバイアウトするんですよ、はい、ディズニー。実はディズニーの筆頭株主はジョブズなんです。 4-5% ぐらい持つの、なんという話だ、死んだ時代に。まあそれは置いといて、で結局その全然ダメになっちゃったんですよ、そうですね、アップルって。で、うん、アップルってやっぱりそのすごいシンプルな、あのパソコンもすごいかっこいいデザインだし、マッキントッシュ SE30 とかこのすごい芸術品だっていうふうに言われるぐらい素晴らしい、あの削ぎ落とされたデザインの、 あのパソコンだったんだけど、あのどんどんその普通のパソコンになっていったんですよ。それはジョブズが抜けたから。ジョブズがやっぱ抜けると、まあなんだろうな、業績不振になると大体みんな品数を増やすんですよ。要はもう料理屋さんでも何でもそうなんだけど、家電メーカーでも何でもそうなんだけど、メインの商品ないから、でラインナップ増やして、でとりあえず売り上げ作って、あれも食べれ
みたいになるし、で家電とかだともうどんどん増やして、とりあえず売上だけ作って量販店に押し込んで返品が来たらお渡しみたいなやつで自転車操業になってるんです。だからまずだからアップルはまず経営不振です。 Windows95 が出てより経営不振になって、その時期までもうどんどん業績が下降で、どんどん製品ラインナップが増えて自転車操業になり始めて、でさらにその OS がもうどんどんボロボロになっていって、マルチタスク OS なかったんで、でもう切り張り切り張りで、あのなんか建て増し建て増しの温泉旅館みたいになってて、でそこで火事が起きましたみたいな感じになってて、大変だ大変だってなって、マルチタスクの OS にしなきゃってなって、どうするどうするってなってたんです。アップルの社内でもコープランドっていう次世代のマルチタスク OS を作るプロジェクトが進んでたけど、なかなか進まなかったし、そのアップル辞めた人が作った BOS っていうのを採用するって案もあったし、でも最終的に取られた選択肢はスティーブ・ジョブズを戻して、で戻す時の条件としてネクストソフトウェアをアップルが買収するっていうの。でもうアップルは金ないから、俺はピクサーでも儲けてるし CEO の報酬は1ドルでいいって言って戻ってくる。その代わりストックオプションをたくさん取れるっていう契約で戻ってくる。それいつ頃ですか？それは1996年。でそれから大改革が始まって、実は製品ラインナップを4種類に絞るんです。経営の基本なんだけど、広くなりすぎた。それは売り上げをとりあえず作りたいがために製品ラインナップを増やしてるんで、それをバーンと取っ払って4つ、そう、4つにしてます。その時に出たのがすごいデザイン性に優れて世の中を驚かせるに有名だった iMac を出して。 iMac、 あの丸い子ですよね。そう、丸い。あれ可愛かった、欲しかったもん。まあ大したパソ、中身は大したパソコンじゃないんだけど、でもいいんです、すごいかっこよかったです。あれかっこよかったし、かっこよかったです。そうなんです。それをまず出して、あのデザインがすごい大ヒットして、で、iMac とあれのノートブック版の iBook っていうのを出して、であとハイエンド用にそのプロ の、 あのデザイナーとかが使うような、まあパワー PC っていうの、まあパワー PC を使ったあのモデルと、あとパワーブックっていうそのハイエンドのノートブック、この4種類にして製品ラインナップ絞り込んで、OS を徐々に MacOS 10、X って書いてるんですけど、MacOS 10っていうのに一気に変えたんです。で、まあ、これは結構荒漁師で、で、どういうことをやったかっていうと、次のヒット商品は何かっていうと、iPhone。iPhone っていうのは、つまりネクストステップなんです。で、Apple は実はすごいハードウェアの会社で、ハードウェアでも受けていたりします。類まれなる彼のそのこだわりによって生まれた会社であることは間違いない。雑談アプリでは月額1500円でビジネスパーソンの音声で聞き放題、そして動画も見放題ということでヒットしよう。なるほど。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。そういうことで、じゃあねー。